皆さんこんにちは、ダイダラです。前回ね、エンマ大王が誕生するところを見ましたね。そこからです。よく来てくれたヌラリ、カイラ。早速だが、妖魔界の状況が知りたい。これまでのソラナヒとの戦いについて報告を頼む。ね、エンマ様は消えてたから記憶がないのかな、わかんねえ。ふむ、ソラナヒ。はい。過去のエンマ武道会で力を使い果たしたソラナヒは、再び時空を超え、この時代の妖魔界に出現しました。ああ、そうか、妖魔、この時代の妖魔界ってなんか暴れ回ってるって話だったな、そういや。ねえ、みんなおるやん。メラメライオンとか。うん。わあ、いっぱいみんなおるけど。ソラナヒウイルスで、多くの妖怪たちを神魔化させ、街を混乱させた後、あらやだ。エンマ宮殿の上空に移動。現在は、我らの集めた妖魔兵と交戦中です。大丈夫？最終決戦だよね。今は、風神大神に戦いの指揮を任せている。しかし、街にはまだ戦える者が残されている状況だ。ええ。フクロウの奴に魔除けの結界を張らせているが、奴の妖力ではどこまで持つか。フクロウ頑張っとんねんな。今すぐみんな助けないと。カイラ様、私たちを妖魔界に連れてって。いや、ダメだ。それは断じて許さぬ。なんでなんでなんで、どうして俺たちだって戦えるのに。そうだよ。あれ、今の妖魔界は、ソラナヒウイルスに満ちた危険な世界と化している。あ、感染しちゃうのもしかして。やだやだ。人間である、お前たちにとっては猛毒に等しいのだ。決して耐えることはできん。お願いします。でも、じっとしてるなんてできません。本当だよ。何か策はあるが、カイラ。うん。無論だ。我々がここに来たのは、お前たちに泣き言を聞かせるためではない。何すんの？カイラさん、目が、なんか、奥が赤くてかっこいい。災いの予言書に記された、伝説のウォッチ使いたちよ。うっす。新たな力を手に入れる時が来たぞ。また新しい力あんの？何？どんな力？前回やったゴッドサイドってやつかな。わかんねえ。第10章。僕らは同じ空を見上げている。 Looking up at the same sky で、英語名です。かっこいい。サブタイトルですね、これ。妖怪ウォッチ4の新たな力。カイラ様、それは一体？そう、伝説のウォッチ使いである、お前たち一人一人に宿る真の力。え？うん、降りかかる災いを退け、呪いを打ち払う覇者の力だ。何こ、そんなあるの？この力さえあれば、お前たちはソラナヒウイルスの影響を受けずに済む。なるほど。ああ、ソラナヒウイルスに対抗するワクチンってことか。うん、考え方としてはそのようなものだ。でも、どうやってその力が解放できるの？身につけたらいいの？どうやって？覇者の力は、ウォッチ使いであるお前たちがそれぞれの力に共鳴し合って生まれるもの。ほう。一度鬼姫として目覚めた夏目には、覇者の力が宿り始めているようだが。夏目が一番覚醒しかけてる。他の5人はそれぞれに力を得るための試練を乗り越えなければならぬ。そうなんね、試練。でもそんなすごい力俺にあるのかな。俺普通の小学生なんですけど。もう小学生なんやな。また普通とか特別とか関係ないよ。私はみんなを助けたい。ふみちゃん、ふみちゃん、やっぱそうだよね、ふみちゃん。わかるわかる。よし、俺も頑張る。みんなで一緒に力手に入れよう。頑張ろう。やっぱダイダラ君が主人公だよ。決心はついたようだな。では、覇者の力の試練を受けるがよい。いきなり受けんの、試練。エンマ様、この者たちを見守っていてください。我々はまた妖魔界へ戻ります。いや、次は俺が向かう。妖魔界の危機、元大王としては放っておけ。市街地の結界を強化してこよう。ヌラリよ、お前はしばし休んでおくがいい。何、大王様？エンマ様。承知いたしました、エンマ様。必ず子供たちを妖魔界へ送り届けてみせます。じゃあな。おう、一旦お別れだ。一足先に、妖魔界へ行ってるぜ。また後で行くよ。うん、頑張ってね、エンマ。カイラ様。エンマだけ呼び捨てなの、もう。俺たち、急いで力手に入れるから。試練にはそれぞれのウォッチ使いを導く者がいるようだ。お前たちそれぞれの元の世界に戻ってみるがよい。導く者はそこで待っている。5つの試練、お前たちなら乗り越えられる。信じているぞ、妖怪探偵団。オッケー、頑張ります。
5つ、夏目以外の5人だよね。ひょえー。さあ、キークエストですね。試練を受けて恥の力を目覚めさせよう。キークエストをクリアしてストーリー進めましょうです。マジかよ。さあ、新しいクエストがたくさんあります。な、ここにもあるで。ヒーロー妖怪のクエストもある。英雄妖怪とかちょっと、英雄のマントとか欲しいけどね。用意の杖、なんかすげえ強そうな装備もらえる。さて、ホースの覚醒、荒ぶる神、ね、不動雷鳴剣、ね、秘められし才能。ふみちゃんの才能って気になるよね。ノリノリ超試練。ダイダラ君の試練もやっぱ気になるな。さて、薄らぬならないですね。ダイダラ君の試練にしよう、やっぱ。まずはやっぱ俺だよな、みんな。今日のガシャ3回だって。先引いていくか。はい、じゃあとりあえずガシャ引きたいと思います。まあ今日もね、山吹さん狙っていきたいと思います。もう、いつまで山吹狙ってんだって話ですけど。今日こそ出てくれないかなと。ああ、ボタン押しちゃったら ?5 つ星アーク、いらなーい。5つ星アークは、レアな妖怪が出やすいってやつでして、まあね、割といいものなんですよ。はい。たくさんあってまあ困らないんで、ね。まあ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 、困らないです。はい。地味な地味。地味だっけ来ちゃいました。でも地味、地味に持ってなかったよね。地味だけに。地味持ってたかもしれん。わからん。地味すぎて覚えてない。ガチャポイントもすぎて溜まってきた。さあ行きましょう。次だ。さあ頼む。今日、もう一回赤。赤か金か黒か、カモンはオーン。うっす、ヤマンバーでした。全然ダメだったよ。なんでだはい、では、試練の導き系、まずはダイダラ君、ケイタ君ですね、やっていきましょうか。はい、ダイダラ君にしてきました。大森山ですね。ここで、試練の導き手がいるらしいです。誰だろうね、導き手って。え？コンブさんじゃないこれ。ねえ。で、はい、まあ、コンブさん、コンブさんだ。だって。ねえ、人間さんじゃないですか。なんか用ですか？君が俺に試練を与えてくれる妖怪？覚悟はできてるよ。どんな試練でも来い。試練？なんですかそれ。今僕たち妖怪でパーティー中なんですけど。うわ、なんか出て、奥に生ハゲおるで。ほら。え？パーティー？っていうか、あなた、妖怪落ち使いのダイダラ君じゃないですか？あなた、妖怪の間では有名人なんですよ。これは一緒にパーティーしなきゃですね。いや、俺、試練受けなきゃいけないから、そんなことしてる場合じゃないんですけど。仲たいこと言わないで、みんなと乾杯してきてくださいよ。イエーイ盛り上がっていこうぜイエーイって言われても仕方ないな。じゃあみんなでパーティーしようぜ。乾杯ね。うわ、出た、モノマネキンだ。マネマネキンキン。ふみちゃんだって、ふみちゃん。ねえ、久しぶりだね。あれからふみちゃんと仲どう？あ、君はもしかしてふみちゃんに化けてたやつ。あれ面白かったな。偶然で会ったパターンのあの手この手で。ちょっとその話は。仕方ないし、密にしておいてあげるか。で、おしまい、乾杯。マネマネキンキン。やったー、ラムネもらった。のがっぱじゃん、久しぶり。あ、ダイダラ君じゃないっすか。のがっぱも来てたんだ。今時のがっぱは流行に敏感すからね。楽しそうなことあったらすぐ首突っ込むす。カッパもいっぱい増えすぎてわかんねえもんな。いろんなカッパいすぎてな。ねえ、影薄くなったよな、ほんま。ダイダラ君もいろんなとこ旅してるっすよね。旅の思い出とか聞かせてほしいっすよ。なんかあったっけ、旅の思い出って。大物妖怪、未来へ行った。本物のカッパ見た。本物のカッパ見た、俺。うん。そういえば、過去の世界でもカッパ見たよ。マジっすか、どんなやつだったっすか。なんか、ちゃんとしたカッパだった。いや、まるで俺がちゃんとしてないカッパみたいじゃないですか。それ言えてるか、もう乾杯。なんすか、もう乾杯。ドクターラッパーもらった。いろんなカッパがいるからね、ほんと。乾杯はドクターラッパーっす。うーっす。かわいい。こんにちは、吹雪姫。あら、あなたも来てたの。妖怪のパーティーに飛び入り参加するなんて、あなたいよいよ人間離れしてきたわね。おっといでよ。そうそう、ファンクラブの調子はどう？みんなで仲良く楽しくやれてるわよ。あなたのおかげかもね。だろ、やっぱり妖怪と人間のつなぐものだよ俺は。よかった、グレルリンたちにもよろしくね。乾杯。乾杯。ブレピー紅茶貴族だって。紅茶好きなんだね。乾杯は紅茶貴族。
乾杯はラムネ。俺ラムネがこんな感じ、一番好きだな。うっす。もっちー。乾杯。お前どこで会ったもっち？お前おにぎりばっか要求してきたやつか。妖魔界で会ったような、会ったような、会ってないような。大玉爆弾おにぎりくれたら思い出さそうな気がする、もっちバトルしよう。よし、前みたいにバトルで思い出させてあげる。え、ちょっと待つ、もっち。決断早い、もっち。戦う。マジ戦うんか。まあでもこいつクソ持ちやからな。倒そうか。なんか、うお、覚えてない。なんかもらったら思い出せる気がするっていうね。ダメなやつなので、やっつけましょう。おら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 。おらおら、ゴリゴリ削ったろ。よーし。よし、じゃあ撃破。普通に、ダイジャロ君まだ火力低いな。もうちょっと鍛えなきゃダメだね。ダイダラ君ウォッチポイント溜まってるんだよね、だいぶ40ポイントぐらい溜まってるよ今。ちょっと待った、嘘、これ嘘だから。からかうつもりでオリーギー欲しいなんて言ってみただけ、モッチ。なんだ、言ってみただけか、モッチ。うかつに冗談を言えない、モッチ。ごめんごめん、気を取り直して乾杯。モッチ乾杯、モッチ。やったぜ、揚力茶。お茶が好きなの、おにぎりにはお茶やな、確かに。わかるで。さあ出てきたやばいやつ、生ハゲさん。めっちゃ刀か噛んでるやん。おお、あれだよ、妖怪ウォッチ使いのダイダラデネガー。噂に聞いてる、強えんだってな。わしも強えんだべ。いや、この絡まれ方はバトルに発展する予感。さすが妖怪ウォッチ使い、分かってるデネガー。わしの腕試しといこうか。いいよ。ええ返事や、行くで。生ハゲってね、妖怪ウォッチ1でね、俺もトラウマなんですよね。ボッコボコにされたから一回。突然で信号無視していったら襲いかかってきた悪いやつなんです。悪いのは俺じゃねえかって話はちょっとなしで。ああ、あんま強くねえじゃん。レベル一緒ぐらいですね。生ハゲやりましょう。よーし、貫きスパイラル。よいしょっと打っとくか。よいしょ。クロニがね、ターゲット取ってくれてるから、その間に殴ろう。クロニ頑張って、耐えてくれよ。いける。ゴリゴリ削れてるぞ。さて、お、視点同士がグレード化した必殺だ腕。さあ、不動明王ボーイもグレード化したけどバトルも終了。やっぱ超攻撃パーティーだわこのスイッチ。クローニがもっともっと防御力というか回復役が回復できたらいいんだけどね。フミちゃんって一緒にやった方がいいのかな、わかんねえ。でも今はダイダラ君のお話ですからね、ダイダラ君に頑張ってもらおう。やっぱ強えが、びっくりした、生ハゲほんと強かったし、友達だろうよ。ダメダメ、さっきの敵は今の友だ。乾杯しよう、デネガー。アークくれ、アークくれ。乾杯、デネガー。ま、いや、ヨキシマムゴッドだ。いいもんです、これ。これでみんなと乾杯したかな、コンボさんと報告しなきゃ。ガチャ回してえけど、もう回しちゃったからな、さっき。全部回しちゃった。くそ、ここで回してよかったな。うーす、ウェイしてきたよ、ウェイ。さすがですよ、ダイダラくん。妖怪だらけのパーティーに馴染める人間見たことはありません。褒められてんのかな。そんなダイダラくん、ゲストとしてですし、挨拶お願いしていいですか。え、いいよ、得意だよ、そういうの。もう仕方ないな、普通の男の子だから普通にこなしちゃおう。ヒュー、そこなくちゃ。本日は私のためにお預かりいただきっていうのね。盛り上がってるかーって、ふみちゃんがいる。さて、今日はここで特別ゲストを紹介しちゃいましょう。友達妖怪作るためなら過去へ未来へ USA、 さくらニュータウンが生んだ伝説のお地図かい。きたー、ダイダラくんです。USA、 そうやな、楽しい。では自己紹介の方どうぞ。でへへー、ダイダラ、黙ってないでなんか言うじゃん。頑張って、ふみちゃん。俺の名前はダイダラ、伝説のウォッチ使い。自分で言っちゃうんだ。妖魔界の平和を取り戻すため、空泣きは俺が倒す。イエーイ、何話しとんねん。空泣きって誰だろう、未来の話。よくわかんねえけど、どうせまたやべえラスボス戦ってんじゃないですか。違いますね、なるほど、伝説ウォッチ使いは格が違いますね。
盛り上がってんじゃん、やるじゃん。ダイダラくん、いいですよ。おいっすなんか楽しそうね、私たちも混ざっていいかしら。混ざるだと楽しそうだべ。あ、みんなくれんな。俺の本気見せてやるす。マネマネキンキン、盛り上げてきました。そっか、妖怪たち、みんなと一緒に、うん、いいね、みんなで一緒に空なき倒しちゃおうか。行くぜ。そうと決まればみんなで一緒に空なき倒す修行行ってみよう。ウェーイウェーイ。はおい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 、パリピだってじゃねえか。おい、陽キャか陽キャ。楽しくなってきたね。あ、でもザコたちだ。ランク低いーず。で、ウェーイ、盛り上がっていこうよー。クローニが死にそうだ、イエーイ。頑張れクローニ。やべーってやってる。そう、これは友達、友達召喚剣で何これ。え、なになに、新しい必殺技。うわっ、え、何よの必殺技変わった。なんか、今一番にゃんとかいろんな妖怪のイラストが浮かんで、敵が死んだよね。なんだそれ。なんだそれ。これが隠された力、真の力、友達の妖怪を使う、ね、これぞ必殺友達召喚天完成だ。ダイダラは新たな必殺技友達召喚天を使えるようになった。かっけえ。さすがダイダラ、ほとんど勢いだけで必殺技編み出したにゃん。やろ。え、試練でこれのこと盛り上がっただけだけど。ああ、いいじゃないですか。ある意味ダイダラくんらしい試練ですし、お寿司、どんな妖怪でもみんな友達にしてしまう、それがダイダラくんの強さの形で、ウィス。この力があれば覇者の力だって生み出せることができるかもしれない。行くぜ。みんな力合わせて一緒に空だけ倒そう。ウェーイ。どんなこともどんな妖怪とも友達になれるね。すげえな、すげえな、ダイダラって俺が言うとただ自画自賛してる痛いやつじゃねえかなあ。でもダイダラってすげえな、改めてそう感じちゃったね。ってことはね、多分なんだけどウォッチスキルで1個ね空白があったんですよ、ここに。あ、ほら、新しいスキルが取得できるようになった。ここがね鍵マークかかったんですけど、これだ、必殺技の威力が上がる。じゃあこれ取っとこうか、威力上がってもらった方がいいでしょ。あれ、妖怪どんどん召喚するやつ、あれ面白かったね。もう一回ぐらい撃ちたいけど。よし、ちょっとどうやって全強化ポイント余ってんな。俺取っとくが、ウォッチ波動砲ってやつ、あんま取る気なかったやつなんですけど、強いのか分かんねえから。これスキルポイントって振り直しなんかできるってねえ聞いた気がするけど、どうなんだろうね、できんのかな。とりあえず技セットしてみました。で、友達召喚10の効果が威力90、高いね。友達妖怪を召喚して、範囲攻撃して自分の腕力と揚力と素早さをアップする、バケモンみたいな技だなこれ、クソ強いじゃん。よし、とりあえずこれで試練は終わりましたね。なんか生ハゲ友達になってくれへんか。ダメダメ、怖くないベベベ。知らんやろ、空だけなんて。手伝ってあげるんだから頑張ってもらわないと。キンキン、いや、みんな頼むよ、ほんと。空なきボコボコにしような。なんとかなったみたいでよかったっすーってね。お腹空いてきた、もっち。バトルするか、お前。あやと昆布さん、君のおかげでなんとかなった。最高のパーティーになりましたね。ダイダラくん来てくれてよかったですよーってね。やっぱ俺、ダイダライズゴッドやったわ。オッケー。さあ、とりあえず試練はこれで終了でしたので、今回ここで終わりにしましょうか。ね。次回はまた、ふみちゃんとかね、そのあたりの試練を攻略していきたいと思います。ふみちゃんはなんかね、ポットでっていう感じが熱いんですけど、なんか能力あるんでしょうか？わからへん。オッケー、猫かわいい。それではまた、次の動画でお会いしましょう。アツパイアです。じゃあの。